スタートしました。4コース角から行きました。トップスタート4番の白髪、そしてその内から3番大山、大山が出ていく。1番の一足抵抗できず、大山のまくり少々流れた。真ん中バッター4番の白髪、さして2番の今村、さあ前は3人の争い、3人がほぼ並んだ形。さらにすぐ後ろ6番の赤坂も内から、スタートは前提正常でした。さあ今村のうち6番の赤坂並んできた。2人の競り合いは2幕、3番の大山が内をついて刺していく。さあ先頭争いはここで今村、内から大山、再びほぼ並んだ状況。最終の1幕は今村に対して、ここも外から行きます。大山をゆっと振り込んでしまった。今村が振り込んでしまってアクシデント。3では18回目、徳山初優勝。先頭3番大山優勝五輪、6番赤坂五輪、4番白髪五輪。